城監督サプライズ大成功。日本ハム新庄剛志監督が29日、試合前のメンバー表交換時にビッグサプライズで阪神岡田監督に先制攻撃を仕掛けた。メンバー表を手に三塁ベンチを出た新庄監督は阪神のユニフォーム姿、背中には漢字で新庄監督、背番号は阪神で最初につけた63が入ったユニフォームで両手を天に突き上げてガッツポーズ。岡田監督ともがっちりと握手を交わし、甲子園の阪神ファンからも拍手と歓声が沸いた。普通、におもろいやん。よく許可してもらったな。古巣やしえやろの精神や。阪神ファンはこういうの好きやしな。審判ニッコニコで草。上身までちゃんとつけてるの草生える。めちゃくちゃ根回ししてからちゃんとやってそうで好感が持てる。ああ、新庄がこういうことやると他の球場でそれを上回る面白いことが起きる。また阿部慎之助がやらかしそう。